平戸のオランダ商館、日本大王国史に掲載された、カロンの発言に基づいた日本地図。カロンは、日本大王国史の中で、エゾ地は、探検が十分でなく、島か半島か不明であり、津軽海峡は大きな入り江であると書いている。地図は1661年に作成されたものだが、その根拠は1636年のカロンの知識であるフランソワ・カロンは、 オランダに亡命した、フランスのユグノー教徒。オランダ東インド会社に30年以上勤務し、最終的には、バタビア商務総監にまで昇進した。後には、フランス東インド会社の長官を務めた。しばしば、日本に渡来した、最初のフランス人とされる。確かに当時南ネーデルラントに属した、ブリュッセル生まれのフランス系の亡命ユグノー教徒で、あるが、 実際には、フランス国民となったのは、後に、フランス東インド会社の社長になることを受諾した、時である。カロンは、料理人として1619年に、平戸のオランダ商館に着任した。その後、1641年まで20年以上、滞在することとなる。この間に、江口十三右衛門の,の姉と結婚し、6人の子供を、設けている。 1626年には、召喚助手に昇進した。日本人と結婚したこともあり、日本語に熟達した。1627年に、台湾行政長官のピーテル・ノイツが来日し、台湾での貿易に関して、将軍、徳川家光に配列を求めた際には、通訳として散布している。当時江戸にオランダ語通詞はおらず、 ポルトガル語を経由して、意思疎通を図っていたが、日本語が話せるカロンは、非常に重宝された。結局、末次平蔵の妨害により配越は実現せず、ノイツは、成果なく、台湾に戻ることになるが、その際に、カロンも同行した。その後、ノイツと平蔵の問題は、台湾事件へと発展し、平戸商館は4年間閉鎖されたが、ノイツを日本に、 人質として渡すことで交易は再開された。カロンは、この解決のためにバタビアと日本を往復している。1633年4月9日には、自席となり、1636年2月には、官庁代理となったが、この年にのいつの釈放に成功している。またこの年に、バタビア商務総監のフィリップスルカスから、 日本の事情に関する31問の質問に回答する形で日本大王国史を執筆した。当初出版を予定したものではなかったが、1645年に東インド会社の社史の付録として出版され、1661年にはカロン自らが構成した上で単行本として出版された。1637年9月、長崎奉行。 坂木原元直に対して、日蘭が同盟して、マカオ、マニラ、キールンを攻撃することを提案した。その後間もなく、長崎大官の末継も持さだから、小艦長のニコラス・クーケバッケルに対し、翌年にフィリピンを攻撃するため、オランダ艦隊による護衛の要請があった。これに対し、オランダ側は、スヒップ14隻とヤハト船2隻を派遣することとした。 しかしながら、翌年に、島原の乱が発生したこともあり、フィリピン遠征は実現しなかった。1639年2月12日には、クーケバッケルの後を受けて、召喚長となった。1627年に続き、1633年、1635年、1636年、1639年、1640年、 1641年に江戸に散布している。島原の乱の後、1639年にポルトガル船の入港が禁止されたが、それに先立ち幕府はカロンに対してポルトガルに代わり、オランダが必需品を提供できるかを確認している。1640年、通商再開を願って来日したポルトガル人が全員死罪となった。 これを知ったカロンはオランダに対しても厳しい運命が待っているであろうことを予想した。その予想通り、同年に大目付け、井上正重と長崎奉行、杉正時が平戸に派遣され、カロンに倉庫の破壊を命じた。理由は、1638年に建設された召喚の倉庫に西歴が掘られているというものであった。カロンがこの命令に異議を唱えた場合、 カロンをその場で殺害し、平オランダ将官は、熊本、島原、柳川諸藩により攻撃が加えられることとなっていた。この行為は、将軍、家光の戦乱によるものであり、必ずしも幕府全体の意向ではなかった。しかし、滞在20年を超えるカロンは、日本の現状を理解しており、命令に従って、倉庫を破壊した。この後、 ポルトガル人が追放されて空いていた出島に、オランダ召喚は移された。カロンのこの対応に感謝する意味もあって、その後、井上正重は、オランダ人のために便宜を図るようになった。1641年2月10日、召喚長の職を、マクシミリアン・ルメールに委ね、2月12日には、家族と共に、バタビアに向けて、平戸を出版した。 カロンが召喚長を務めていた時に、召喚員のハンス・アンド・リースが、日本人既婚女性と密通し、両名とも死罪になる事件が発生している。また、幕府の依頼により、部下の妹氏であるハンス・ボルフ・ガング・ブラウンに、旧法の製造を行わせているが、あまり役に立たず、幕府は炸裂弾の使用が可能な旧法に目をつけた。一発芝タビアに向かったカロンは、そこで、 オランダへ向かう船を待った。その間に、東インド会社の評議会の一員に選ばれている。1641年12月13日、カロンは、小船隊の司令官として、オランダへ向け出版した。会社は、カロンの功績に対し、1500ギルダーの株を与える、ことで報いた。1643年には、アジアでの新たな任務が与えられた。 1>, 1月25日にオランダを出発し、7月23日にバタビアに到着した。到着前にバタビアにいたカロンの妻のエグチ氏は死亡していた。カロンは妻との間にできた6人の子女を正規の子女とする手続きを行い、3年後に認められた。1643年9月、カロンはオリファント号に乗り込み、1700人の遠征隊を率いて、 セーロン島のポルトガル軍を攻めるためバタビアを出発した。12月20日にセーロンに到着。1月8日からね、ボンゴの砦近くに上陸し、翌日攻撃を開始した。戦闘は1日で終わりカロンは勝利した。カロンは占領した砦を補強し、守備隊450人を残して4月にバタビアに戻った。11月には、 休戦条約が結ばれ、オランダは、セイロンのシナモン産地の活動を受けた。1644年には、台湾行政長官に任命され、7月5日、バタビアを出発8月10日には、ゼーランディア城に着任した。到着後すぐに病気にかかったため、しばらく前任者のルメールが自席として、カロンを補佐した。 1646年まで同地での東、インド会社の最高位にあった。この間に、カロンは、米、砂糖、インディゴ生産の改善、硫黄の採掘、中国の海賊との取引の緩和を行った。1644年には4隻、45年には7隻の貿易船を日本に送り出している。 カロンは1641年から43年までのオランダ滞在時に25歳年下のコンスタンチア、バウデーンと知り合っていた。前妻の死亡後、カロンは独身となっていたが、1644年9月に代理人を立てて、ハーグでコンスタンチアとの結婚式を行った。1645年6月、コンスタンチアはアメノスザンヌと共に台湾に到着した。 スザンヌはそこでフレデリック・コイエットと結婚している。カロンはそこでコンスタンチアに贅沢をさせたようで、それもあってバタビアに呼び戻された。バタビアに戻ったカロンは1647年3月9日に植民地総督の自席にあたる商務総監の地位に就いた。1649年、 ブレスケンス号事件解決の謝礼を述べるため、日本に特使を派遣することが決まった。この時、カロンは、特使一行に、法術士官のユリアンスヘーデルと下界、カスパル・シャムベルゲルを加えた。スヘーデルは、旧法の射撃を披露し、その指導は、軍学者の法上市長によって、工場を恨んだユリアス・ム・ソーデンにまとめられた。シャムベルゲルは、 多くの日本人を治療し、後にカスパルリューゲ化術の祖とみなされるようになった。両人は日本人から非常に歓迎されたが、これは日本人が何を好むかを熟知していたカロイの功績といえる。1651年、死亡液を行ったとの訴訟を受け、オランダに召喚されたが、少々して名誉を保って会社を退職することができた。1664年、 フランスの財務総監であったジャンバティスト・コルベールは、ルイ14世に、フランス東インド会社の設立を進言した。コルベールはカロンに対し、新たに設立された会社の指導的役割を担うよう、働きかけ、1665年にカロンはその、長官に就任した。これはオランダから見れば、反逆行為であり、カロンは故郷への立ち入りを禁止された。 1664年、カロンはまず、マダガスカルに向かった。そこに植民地を設立することはできなかったものの、ブルボン島とフランス島に港を建設した。17世紀後半になって、フランスは、東海岸に貿易港を建設した。カロンは、日本との貿易も計画したが、他のフランス人と意見が対立し、結局は実現しなかった。しかしながら、 この情報は日本のオランダ召官にも伝わり、1667年のオランダ風雪所で幕府にも報告されている。カロンは1669年にインドのスーラトに支店を開設し、さらにペルシア出身のアルメニア商人、マルカラ・アバンチンツをゴールコンバ王国に派遣して1669年にマチリー・パトナムにも支店を開設した。この功績に対し、 ルイ14世はカロンをセイミカエル騎士団の一員とした。1668年から1672年まではポンディシェリで長官を務めた。1673年、フランス東インド会社は最終的にポンディシェリを貿易の中心地と定めた。1672年、カロンはセイロンのフランス軍を助け、 戦略的に重要な港湾であるトリンコマリーとチェンマイ周辺に位置するマイラープールのサントメ要塞を占領した。しかしながら、この軍事的成功は短期間に終わり、カロンがヨーロッパに戻るために出発した後、フランス軍はセーロンから駆逐された。1673年4月5日、カロンの乗船していた船は、 ヨーロッパに戻る途中ポルトガル沖で沈没し、カロンも死亡した。ありがとうございます。